里山認知計画っていうのを僕ちょっと勝手に思って発表させていただきます。具体的にはですね、認知されるためには中から外に発信する力をつけていく必要があるんじゃないかなと。東京から来るとかじゃなくて、広島から東京へっていう部分でインサイドアウト、中から外に発信する力を作ることが必要なんじゃないかということで、具体的に何をやるかっていうと、里山で移動型のマルシェを行う。開催地は、加盟の長らずに言うんですけど、各市町村をローテーションで行い、それぞれの、まあ、いいものとかをお互いに広島県内で知ってもらうっていう部分の横のつながりをどちらかというとつなげるような形に考えています。でなぜマルシェかっていうことですね。一番ベターなやつなんですけど、さまざまなコンテンツを複合させることができるっていうのと、集客の大きい力となるやっぱり出店者が増やすことができるってことが第一に考えてます。でコンテンツ増やすってことで言えば、ベターなんかこれもギネスに挑戦するとか、で僕が言ったエダジマジンの牡蠣を例えば3分間で233個食べればギネスに更新してメディアにも取り上げられたりとか、あとは各地方自治体結構いろんなギネス記録やってるんですけど、まあお金かかったりしますよね。であとはミスコンだとかちょっとコンテスト系も複合したりもできますし、タレントとかを発出するようなこともいろいろとこうコンテンツが複合できる。あとは地域の学生なんかと組んでこういうアートでもあり環境社会貢献でもあるこういう取り組みのこともできたりとかもできます。あとはまあご当地ヒーローとかとしてこういう里山みたいに作ってもいいとかな、これちょっとねまだ時間がなくて準備中なんですけど、あとはゆるキャラとして里丸ね、ちょっと目線ごまかしてますけど佐野丸のね、こういう方も全部マルシェが可能だと。で各市町村ごとに企画するからやっぱり個性が出たりとかして面白いのかなっていうのがありますし、まあ、もし何がしたらいいか分かんなければ僕の方でアイデアならいろいろ持ってますので、と合わせてですね、やっぱり低予算と実現性っていうところはマルシェにはあるのかなと思って、通常のイベントだとやっぱりギャラっていうのが発生するんですけど、フリマに関してはやっぱり出店料っていうのを一部少し参加者側からもらえることができるので、それを運営費の方に賄うことで全体的なコストを抑えられるのかなと思ってます。ただベタなんで普通のフリマやっても面白くないってことで、日本一のフリマをしたいなっていうことで、出店数とか会場規模、開催予算とか全てにおいて大都市とか企業にも全く勝ち打ちができない。そこで何を目指すか、お金をかけずにできること、大規模じゃなくて里山でできること、それは守れですね。優しさなら日本一を取れるんじゃないかと。で日本一優しいマルシェを作りましょう。ただ誰に優しくて何が優しいのかっていうことを考えました。で僕個人的に結構そういう趣味があって、いろんなクラフト市とかに行って聞き込みをしたんですね。質問としては出店料とか実際の現状を把握するためにいくつか質問をさせてもらいました。でそれちょっとここいろいろフィードバック返ってきてるんです。ここちょっと簡単に省略させていただいて、でいろんな話を聞いて気づいたんですけど、主婦多くねと、女性の人がすごい多かった。マーケット50人に対して48人女性もしくは主婦って方が多かったんで、そしたらもう主婦に優しい仕組みをした方がいいんじゃないか。要はお父さんが出店しても母ちゃん見に来ないけど、母ちゃん出店したらお父さん見に行くんじゃないかっていうことで集客にもつながるんじゃないかなと考えました。ということで主婦に優しいマルシェを僕は提案しました。で主婦に優しいマルシェ4ヶ条としては、出店料が安いこと、で会場のレイアウトを主婦目線に考えること、で荷物の運搬をお手伝いすること、で現金収入を手数料なし、出店料、これが一番要はイベント側としての収益になるんですけど、あえてそこを敷居を下げることによって参加者を広く集めることができるんじゃないかなと考えました。
で会場のレイアウト結構振り回しとか行くとごちゃごちゃのマップでどこに何があるか分かんないとかっていうのがあるんで、あらかじめこういった分かりやすいマップで何販売してるみたいなのが分かればもっといいのかなっていうのは思いますね。であと荷物結構女性目線なんで、こういったポーターシステムなんかを取り入れてあげたりすると駐車場が多少遠くてもいいのかなっていうのは思います。であとはやっぱり一番大きいところでいうと現金収入ってことですね。家計を少し手助けできるような形で現金収入で、しかも手数料をもらわない、売上のナンパとかじゃなくて手数料を全くもらわないっていう仕組みの方が面白いし、運営部側も計算しなくていいんで楽だと思うんですよね。ということで里山まるマママルシェっていう名前に決めました。でいろいろここ3日間ぐらい徹夜をしてなんとか作ってみました。こういう形のロゴがなんかちょっといいかなと思って、で記念すべき第1回を僕の実習先である江戸島市でやりたいと思ってます。まあ、大体来客は2000人ぐらいを規模にして、で場所としては江田島市小陽湖、牡蠣祭りでやってる場所なんですけど、結構実績もあるみたいなので会場の話聞くと敷地も結構取れていいかなと思ってます。でそこが決まったんで予算が大体出てきます。で合計の括弧 A っていうのがやっぱ支出になる部分で31万円で、 B っていうのが基本的には収入ですね。協賛を取ることによって基本的に行政から費用をもらわない、で計算上だと1万7000円ぐらい上がるので、それがまあ僕の交通費とかに充てれればいいかなと思ってます。で、まあ、スポンサーって形ですね。ローカル祭への広告の効果っていうのがやっぱり一番でかいんじゃないかなっていうことで考えてます。でこれも全部現地の方の会社とかにアプローチすることによって雇用っていうかその経済を回すことも少しはできるのかなと思ってます。でこれをベースにちょっと1回目のフライヤーを作るとこういう形で、もう9月2日もう日付決まってますね。9月2日の方でこういう形で入場無料で一番下に協賛入れたりとかしてこういう形のフライヤーを作ったりしてました。で今回僕は江田島市を皮切りにここにいるあと残りの5都市で勝手に開催したいと思ってますんで、ちょっとぜひ協力をお願いしたいなと思ってます。で仕事の流れとしては、まあ営業協賛集う活動とかですね、で一応自称2年4ヶ月間僕売上でトップ取ってるんで、その真似振りよければいくらでも出せますんで、あとまあ広報ウェブとか現地メディアの部分ですね。であと制作グッズ類とかの制作、まあ各地分業してやることによっていいんじゃないかなと思ってます。で具体的に動き出しのスケジュールとしてはこういう形でそれぞれが分業してやっていければなと思ってます。で会を重ねて認知度が上がっていけば協賛者とか来場者を増やすことができて、で東京とのつながりの費用を行政に頼らずに自分たちで捻出することの方がよりいいんじゃないかなと思ってます。でそのためにも地域年齢性別肩書きもう関係なしのパーティーを作る必要があるんじゃないかなと思ってます。そこで僕が提案する一つとして SU って言って、まあ、EU のパクリですね、ユニオンを作ってここにいる人たちで連合体を作ってイベントに特化した団体を作ってみんなで上流する形でやっていったら面白いんじゃないかなということを考えました。で、まあ、ユニオンとしては開催地を巡るの双方の魅力が発見できるというのと、基本的にはもう加盟金も売上も一切ないと、ただ出店料だけちょっといただくような形で、あとは開催地のオープニングセレモニーでちょっと PR を取ったりとかして、お互いがお互いに助け合って楽しめるようなプラットフォームが作れればいいと思ってます。で一応まあ僕のリサーチのあれなんですけど、この6都市あるんで、これそれぞれこういう詳しくは僕見てないんですけど、こういう形でいろいろとこうなんかコラボっていうか開催ができるかなって思ってます。で一応加入としてルールは2つ僕の中で決めたのが、やっぱり他人を思いやる、自分たち俺がとかっていう詩じゃなくてみんなでやりましょうねっていう形の方がいいんじゃないかなと思ってます。であとはやっぱりディズニーランドと一緒で運営する側もやっぱ楽しくないと絶対続かないと思うし面白くないと思うんです。なのでやっぱり自分が楽しめることこそやっぱり人も楽しめるんじゃないかなと思ってます。
で、まあ、5年間で広島県内の市町村加盟率 80% ぐらいを目指して、目的としてはやっぱ伊比さんみたいなナイトマーケットか、あとはもうベタにこう安倍マツダスタジアムを埋めるようなマルシェができたらなと思ってます。で最後にですね、まとめですね、まあ、江田島社関係の皆様はぜひちょっとご協力の方と、もう日にちが決まっているのでぜひもう準備を進めていこうと思ってます。はい。で江田島市以外の職員の皆様、ぜひあのユニオンを一緒に作ってね、あのこれから進めていきたいなと思ってます。で実習生、その他の実習生もぜひちょっとね、僕一人でしかこれ作ってないんで、ぜひ皆さんの協力ないとどうしても進まないので、ぜひ皆さん一緒にやってください。特にウェブに強い方、イベント付き、交流付き、熱望です。僕ウェブ実際できないんで、で偶然にもここに6都市あるんで、6都市っていうともうこういう形ですね。はい、もうやるしかないっていうかな。はい、もうやるかやらないかもう2択しかないんですよ。もう僕もやりますから、ぜひ皆さん乗っかってください。ということで、まあ、もし会場、一応 DJ やってるんで会場 BGM だったら僕がちょっとお手伝いすることができますから。はい、でちょっとダークホースなんで、ちょっと資料本にデータがないんで、後で欲しい方はちょっとデータ差し上げますんで、ぜひ。ということでご清聴ありがとうございました。